はい、皆さんこんにちは。今回はですね、シンセサイザー V を買っちゃったんで、ちょっとそれを触ってみたいと思います。このシンセサイザー V ですね、僕はですね買って1ヶ月ぐらいかな、経ちましたね。1ヶ月経ってないかな。今ですね、2曲ほど入れてみてですね、ちょっと感動しました。はい、すごいですね。でですね、僕はボーカロイドをずっと使い続けてまして、2からですね、3、やったっけな。なんか4あたり飛ばして5、今使ってて、6にアップデートしてないんで、まあ、正確にボーカロイドとの良い点悪い点の比較できないんで、もう単純にシンセサイザー V のいいなってところをですね、いじりながらただただ楽しむような内容にしたいと思います。ただですね、1点まずですね、シンセサイザー V 買うとき結構ですね、理解するのが大変でした。はい、シンセサイザー V シリーズのページをですね買おうかなと思って検討してみたときにですね、はい、わかるんですけども、何を買えばいいか最初ちょっとめちゃくちゃ難しかったですね。はい、まず V スタジオプロがあると、でパッケージ版ダウンロード版があるのは分かると、まあ、これがなんか一番これ買えば問題ないのかなっていう認識ですね、はい、でスターターパック、これは歌声データベースがついてくるお得なパッケージだなっていうのも分かったんですけども、専用歌声データベースをお届け、でスタジオベーシックやライト版が付属してる、スタジオのプロじゃなくてベーシックがついて、歌声データベースのライト版がつく、まあ、この時点でスタジオにプロとベーシックがあって、 AI にライト版、通常版とライト版っていうのがあるんだろうなというですね、はい、でスタンダードライト版もついてくる、この時点で AI とスタンダードの違いがあるんだなっていうのを把握しますね。ここで 2×2×2 ってとこですね、バリエーションが、はい、で出てきますと、まあ、ちゃんと見ればわかるんですけども、ウェブ版とベーシックとプロがあると、で歌声データベースの方にスタンダードと AI があって、それぞれライト版があると、かけるそのデータベースの数だけですね、レパートリーがあると、でどの組み合わせでどう使えるのかなと、でパッと見る限りベーシックとプロはほぼほぼ普通に歌わせるぐらいならできそうだなっていう印象ですね。はい、まあ、細かいその追加機能とかですね、音質とか、トラック数とか、なんで下から上に説明してるんだよねまあレンダリングのスレッドも無制限なので早いけど、まあできないことは何もないとこですね。でサントラックもまあオケとボーカル2トラックでできなくはないと、で VST と AU プラグインもプロ版はあると、まあキューベスとかから読み込めるんだろうなって、まあ僕はそんな使わないんで、スタンドアローンで動かすんで、まあベーシックでもいいなと。で多言語歌唱対応もまあ基本日本語でいいと思うんで、なくてもいいな。 AI リテイクは結構気になってはいたんですけども、まあ最悪なしでも全然大丈夫だなっていうので、なんかだんだんベーシックでいけるじゃんって思ったんですよね。で歌声データベースの方ですね、こっちでいろいろ見てて、だんだんこの辺で頭が混乱してきてですね、こっちの、まあ、AI 版が面白そうなんで AI 対応してるデータベース使いたいなとは思ったんですけども、でこっちのデータベースのライト版を使ったら、作品を発表するときにですね、このコピーライトみたいなのを絶対入れないといけないと。これがですね、ちょっと僕が最初使った方法では一旦ちょっとなしで発表したいなと思ったんで、こっちの無料版はないなと思って、こっちに考えました。で歌声データベース買ったと、1万、ダウンロード版まあ1万ぐらいですね。じゃあこっちは無料版でいいのかってとこがちょっと最初混乱したんですよね。で結果的にまあ良さそうでした。プロ版とデータベース両方買うのがもう全て無難かなと、 AI リテイクもありますし、まあ、やるなら買っちゃおうかなと思ったんですけども、そしたら2万ぐらいかかると。うん、やっぱベーシックで、でベーシックプラスこっちの有料版の AI 版使えるんだよなっていろいろ調べてて、間違うと辛いですからね。というところで改めて見てみると、マイがついてくると、シンセサイザー VAI マイですね、これがついてくるプロ版を買ったらですね、ってことですよね。
歌声データベースでマイを選べば、ほぼ同じ値段でプロがついてくるという逆側ですね。歌声データベースですね、たくさんあるんですけども、マイを選べばプロになるっていうイメージですね。同じ値段で1万ぐらいで考えたらですね。で、他のキャラを選んだら、同じ値段だとスタンダード版、違う、ベーシック版になるよというイメージで、じゃあもう一旦プロ版買ってプロ買ってマイを使おうというふうに出しました。掛け合わせてできないっていうパターンがあまりに怖かったんでですね、ちょっとここが難しかったですね。すごい細かくいろいろ無料が使えたりして最適なチョイスができるようにバリエーション豊かでいいんですけども、逆に選ぶのが難しい、こうコンシェルジュみたいなのが欲しくなるような感じでしたね。そんな感じで初っ端はちょっとですね、かなり悩まされたんですけども、買ってよかったなって思ってます。じゃあちょっと開いてみますね。はい、こんな感じでですね、シンセサイザー V の画面出してみました。もうちょっとですね、先日作ったやつを入れてみてます。こんな感じで、ボカロの UI と似てますね。上側にトラックが並んでいて、選ぶと下にこうやってピアノロールのトラックが出ると。まあ歌詞入れたりですね、波形が見れたり、ピッチの動きが見れたりっていうのがあると。で、下にパラメータっていうのがあって、こうやっていろんなパラメータを変化させることができると。ちょっとここはなんか慣れないですね。ここから選ぶっていうのが、はい、まあそれはいいとして、まあ曲中で変化することできるんですけども、このテンションとかブレスとかジェンダーとかですね、基本はですねこっち側のリストの一番上、このマイクでデフォルトを調整することができます。まあ、データベース選んだりですね、バージョンも選べるんで、多分アップデートしたらアップで最新だけじゃなくてですね、古いデータベースを使うこともできるんだと思います。はい、言語とかスタイルとかですね、いろいろ選べるんですけども、パラメーターですね、ここ結構影響出ますね。はい、ちょっと再生してみましょう。きっとこの日が来ることわかっていた、望んでた、だけどこの気持ちは何、忘れない生まれ変わって記憶がなくなっても、その想いいつまでもっていう感じですね。もうたまらんですね、このリアリティ、もうテンション爆上がりですよっていうのをローテンションで喋る、テンション上げよう、テンション爆上がりですよ、こんな感じで、もうたまらんですよね、作ってて楽しいです。はい、でまあOK とハモリ切ってみましょうかね。軽く再生してみます。きっとこの日が来ることわかっていた、望んでた、だけどこの気持ちは何。はい、こんな感じですね。設定としてですね、ちょっとジェンダーを下げてます。下げるとちょっと幼い感じの表現になるんで、一旦これをゼロに戻してみましょう。はい、今波形が更新されましたね。早いんですよね、結構。きっとこの日が来ることわかっていた、望んでた、だけどこの気持ちは何。はい、ちょっとクールでかっこいい系になりましたよね。はい、さらにジェンダーをちょい上げてみます。ジェンダーはですね、結構変化がでかいんで。きっとこの日が来ることわかっていた、望んでた、だけどこの気持ちは何。ちょっとハスキーな感じでボーカリストっていうようなボーカルになってきましたね。ちょっと極端な例やってみようかな。あんまりやったことないんですけど、どうなるんだろう。きっとこの日が来ること、さすがにちょっと人間らしさがなくなりますね。きっとこの日が来ること。はい、ちょっとエフェクト的な使い方になると思うんで、ほんと気持ちってどこでしょう。 0.2 ぐらいの範囲で。きっとこの日が来ること。はい、ちょっと声優っぽい感じのですね、
明るく可愛い声になりましたね。で、またですね、テンションっていうのも面白くてですね、テンションだだ下がりでいきましょう。もう波形がちっちゃくなりましたね。ちょっと音量が下がるんですけども、これ。きっとこの日が来ることを。やっぱ一番下げると違和感が出ますよね。なんで、ちょい、このぐらいでいきましょう。きっとこの日が来ることを。ブレスをちょっと上げてるんで下げましょう。きっとこの日が来ることを。ちょっとテンション下がってますね。でもまだこの辺でやっぱ声を張らないと出ないっていうところはちゃんとテンションが上がってて、もう常に違和感あるぐらいだだ下がりっていう感じではないのが面白いですね。はい、ブレスゼロにしてみたら、きっとこの日が来ることを。なんかすごいな、家でスマホで歌ってみた、撮ってみたみたいな雰囲気になりましたね。ちょっとテンション下げるとなんかアタックが強くてコンプがかったような表現になりますね。やっぱあんまり大きく下げると良くないのかな。きっとこの日が来ることを。うん、普通に歌ってる感じがします。ブレスは EQ 的な効果もありますね。やっぱきっとこの日が来ることを。はい、ブレスマックス。きっとこの日が来ることを。なるほど、ブレスマックスのテンションだだ下がり。きっとこの日が来ることを。ちょっと喉の調子が悪いのかなって感じになっちゃいましたね。テンションマックス、テンションマックス、いきます。きっとこの日が来ることを分かっていた。うん、元気ですね。ブレス。きっとこの、やっぱブレスは音質的な意味もありますね。若干上げた方がテンションに合わせてですね。きっとこの日が来ることを分かっていた。うん、いいテンションですね。テンションに合わせてですね、ラウドネスを調整するといいのかなって気がしますね。きっとこの日が来ることを。逆にテンション下げ気味の時はラウドネスをちょい上げる。きっとこの日が来ることを。はい、突き詰めたらですね、ウィスパーボイスっぽい雰囲気も出せるかもしれないんですけども、まあ、このデータベースの前がですね、結構しっかりしたボーカル歌うタイプっぽいんで、あまり向かないかもしれないですね。テンション高めがいい感じの声だなぁと思います。じゃあですね、どうやって作るかの流れを改めてやってみよう。はい、空っぽの場合はこんな感じですね。そこから作っていくんですけども、ピアノロールにですね、こんな感じで入れて打ち込んでもいいと思うんですけども、歌声データベース入れてないんで、シンセの音が鳴るだけですね。ここで、はい、現在の歌声データベーストラック、ここで選べるんですけども、ここでも選べるみたいですね。よいしょ、読み込みました。ここにですね、なんか読み込みのゲージが出るんですけども、波形見てもわかりますね、読み込みが完了したかは。来た、もうこんだけで素晴らしいですね。はい、こんな感じで作っていくんですけども、結構これはめんどくさいですよね。操作性は割といいと思います。結構反応も早いですし、まあ、普通にしっかり出ますし、かぶったらグレーアウトしてかぶってるよーってのがわかるんで、シュッてやったり、まあ、こっちにして選んで動かしたり、コピーしてやったり、あとは
今なんか見つけた。なんだろう。何かでオクターブ下がった気がするぞ。まあいいや。ショートカットを駆使していけばですね、いろんな操作も素早くできると思います。読み込み、歌声のですね、レンダリングというか、作成も早くて、もうできましたね。あんまりですね、操作のレスポンスを削ぐような重たさはないと思います。はい、とはいえですね、ここに一個ずつメロディー入れていくのはとてもめんどくさいんで、もうですね、作ってる曲があると思うんで、その DAW でですね、そこからボーカルのデータの MIDI ファイルを、書き出ししておきます。トラックの読み込みですね。はい、ファイルのトラックの読み込みすると、はい、こんな感じですね。いろいろあるんですけど、MIDI ファイルももちろん読み込めるんで、ボーカルMIDIですね。書き出しておいたやつ。あ、ボーカルフル、こっちだな。これを読み込むと。で、トラック2に481個のノートがあるんで、これなんですけども、まあ1もちょっと読んでみよう。はい、こんな感じで出ました。まあもちろん1には何も入ってないですね。消しときましょう。はい、削除。で、さっきのこれも削除で読み込みできました。で、歌声を前に設定して、ここですね、僕が設定をちゃんと見れてないせいかわかんないんですけども、ボカロと違ってですね、MIDI ファイルにテンポ情報とか入れてるけど反映されないんですよね。これちょっと困ってます。はい。うっかりですね、BPM を忘れて読み込んだ時に、めちゃくちゃめんどくさかったりですね、またプロジェクト立ち上げるのに30秒1分ってかかったり、まあ途中でテンポチェンジとか入ってるオケだとかなりきついんで、どっかあるのかなぁ。あるか、わかる方いらっしゃいましたらコメントもらえると嬉しいです。まあ調べればすぐわかると思うんですけどね。まあここで1で BPM。これもちょっとですね、なんかうまく反映する、しないことが出ないんですよね。もう一回、全角になってる。1172だと思うんで、確定。1に入れても出なくて、この120、この辺で70に入れると、これでちゃんと出ましたね。ここで1選ぶと172になってて、ちょっとですね、ここはよくわかってないです。ちなみにこの辺で入れると、ここが172になるんですけども、はい。こういうところはありますね。で、オクターブ高いんで、全部選択して、よいしょ、下げると。はい。で、歌詞はですね、さっきみたいに、ここに一個ずつ入れてもいいんですけど、ボカロの時からですね、歌詞をあらかじめ準備しておいてですね、まあ全部もうひらがなに変換した歌詞を入れて、これを選んで、まあ大体合わないんですけどもね、まあ明らかにここ合わないなっていうのは先に調整しておくんですけども、で、選んで歌詞入力。これでボカロと同じようにザーッと入れることができます。まあ、ずれるところまで見て、ずれたら調整して入れ直してみたいな感じでやるんですけども、一個ずつ入れるよりかは早くなるかなと思います。まあ、人によると思うんで、やりやすい方法やってほしいんですけども。きっと、この日が来ることを分かっていた。はい、もうこれで、こんだけでこんな歌ってくれるんで、めちゃくちゃ楽しいですね。じゃ、テンション爆上げ、ジェンダーちょい下げ、ブレスもちょっと欲しいですね。曲が賑やかなんで。エモーショナルがちょっとまだですね、変化検証しきれてないんですけども、とりあえずパラメーターいじりました。きっとこの日が来ることを分かっていた。はい。いいですね。ちょっとジェンダー下げすぎたな。きっとこの日が来ることを分かっていた。はい、もうこんな感じでできますね。他にもですね、こういろいろな設定があって、テイク
さっきのリテイク、AI リテイクですね。あれができます。どうするかというと、このリテイクしたい部分を選んで、テイクを生成。すると、テイク1。別のテイクができました。きっと、この日が来ることを分かっていた。一回、テイク2。きっとこの日が来ることを分かっていた。はい、まあビビタルさなんですけども、同じ人にもう一回ですね、一回歌ってみてみたいな、そういう機能ですね。で、ああ分かっていたわ、さっきの方がいいんだよねって時に、ここを選んでさっきのテイク1の方に戻すと。これでここに見えてると思うんですけど、ここのノートはテイク1ですね。こっちのノートはテイク2が選ばれてると。まあ面白いんですけども、全体やってるとだんだんですね、管理が難しくなってくるなって気はしますね、これ。あとは、まあここをですね、テイク2使ってるんですけども、ちょっと表現を強調したいなっていうので、もう一回テイクを作り直して。きっとこの日が来ることを、っていうこともできますね。もうちょっと強弱を抑えて、もう一回歌ってみてみたいな表現ですね。これ下げたときはですね。きっとこの日が来ることを。はい。ここはすごい些細なパラメーターだとは思いますけども、面白いですね。ダブリングとかもできるんじゃないでしょうか。一個ずつとかですね、ノートのプロパティを細かく調整できたり、ライブラリ、これちょっと僕はまだ何もないんで分かってないですね。辞書。何かこう単語単位で入力するとかですね。そういうのがあると思うんで。この辺を覚えると多分ですね。制作がスムーズになると思いつつまだ触れてないです、僕は。で、ここでレンダリングですね。書き出しができます。ライセンスアップデートとかメンテですね。設定とかですね。はい。で、まあ、レンダリング出力先フォルダを選んでファイル名作って、トラック、今、トラック2しかないんで、こうなんですけども、例えば、コピーしようかな。中央、ハモ、リードとかですね。2トラック作ったらここに出るんで、マスターだと両方出ちゃうんで、これを選んで、はい。で、フォーマット、めっちゃ伸びた。あ、はい。フォーマットですね。ブレスを分けて、出したりとかもできるみたいですね。ビット振動も32ビットフロートとか選べます。32ビット選んでて損はないですね。ファイルサイズはでかくなりますけど。で、サンプリング周波数も、DAW で曲作ってるオケと同じにしておけばいいんじゃないかなと思います。チャンネルもモノラルでいいと思いますね。で、ファイル出力すると、まあ今、ファイル名無名なんで、無名アンダーバーリードドットワブ。無名アンダーバーハモワブっていうファイルが出力されるという感じになってます。あ、ちなみにこれ全部同時に表示することができます。はい、こんな感じでですね、シンセサイザー V、 難しい、シンセサイザー V、 まだちょっといろいろですね、分かってない部分も多いんですけども、ざっくりですね、使い方2曲作ってみて、なんとなく使えるようになりました。言ってもですね、まあやることはボカロと同じ、ボーカロイドエディターとかなり似てるんで、そのまま同じような感じで作りつつ、基本はですね、細かい調整を人間がしないっていうようなコンセプトっていうかですね、シンセサイザー V の方は全部もういい歌声にベストにしてくれるっていうのが魅力ですね。逆にですね、ボカロは自分でちまちま調整しないとリアリティを出せないんですけども、それが個性になってですね、ボカロらしい声っていうのが魅力でして、どっちがいいかっていうのは一概には言えないと思います。せっかくですね買ったんで、何かいろいろ歌わせてみたいなーっていうですね、モチベーションアップにつながったんで、それだけでもめちゃくちゃいい買い物だったと思います。まあシンセサイザー V の新しい、なんかもっと面白い機能とか魅力とかも見つけたら、その紹介もできたらいいなと思ってます。というわけでですね、このチャンネルは音楽制作とかその辺の話プラスカメラ周りプラス車とか、なんかガジェット的なものとかを
まあ、気ままに配信するようなチャンネルなんですけども、もしよろしければですね、噛んだ、もしよろしければチャンネル登録してもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです。でですね、興味のある動画だけ見てもらえればいいなと思ってます。じゃあ今日はここまでで、また次の動画か前の動画でお会いしましょう。さよなら。